皆様こんにちは。絵画骨董買取プロ集荷の金子でございます。今日はですね、これはちょっとホームページから、青森の美術館の画像を拝借してしまいましたが、斉藤義重さん、斉藤茂吉のご紹介でございます。斉藤義重と言いますとですね、青森県の出身でございまして、こういった立体の作品を中心ですね、こういう造形作家として非常に知られています。で、戦後はですね、一時千葉県の浦安にいらっしゃったりとかしましてですね、割と関東にもゆかりが多いんですけども、その活動のほとんどは海外のビエンナーレですとか、そういうところで、活動して、独自の世界を切り開いていかれてました。でですね、一時その多摩美術大学の教授になられてですね、その生徒から割とそういういわゆる今言われるモノ派っていうんですかね、そういった多くの生徒を輩出したことでも知られておられましてですね、モノ派のきっかけを作った男ではないかというふうにも言われております。私どもの業界でも東京画廊さん非常に好意にお付き合いをされていたということで、非常に有名だったわけですけども、残念ながらですね、2001年に横浜で亡くなられまして、その後はですね、ちょっとしばらく割と静かだったんですけども、今こういう新しい時代を迎えてですね、こういった斉藤茂吉をもう一度見直そうという動きが非常に活発に出ておりますので、合板に、油絵が油彩で描かれた油絵ですとか、あるいはそのドローイング、デッサンなんかも含めてですね、今非常に評価が高まっております。ぜひ、斉藤義重さん、お持ちでしたらですね、私どもで一度評価をさせていただきたいと思っております。絵画骨董買取プロでは斉藤義重先生のお作品を探しております。こちらのフリーダイヤル、あるいはこの QR コードで、お問い合わせいただければですね、オペレーター丁寧にご案内しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。